鐘の音に励まされて、ディックは逃げ出すのをやめてお店に戻りました。ディックはまた一生懸命働きました。そしてある日、フィッツオーレンさんのお店に素晴らしい知らせが来たのです。フィッツオーレンさんの外国貿易は大成功でした。中でも一番の成功は、ディックの猫がネズミに悩まされている国でたくさんのネズミを取って大活躍をし、その国の王様にたくさんのご褒美をいただいたことでした。フィッツウォーレンさんはディックを呼んで言いました。ディック、この宝はすべて君のものだ。君の成功を心からお祝いするよ。ディックはびっくりして言葉もありませんでした。ようやく自分がたくさんの宝物を手に入れたことがわかると、ディックはまずフィッツウォーレンさんに、そして船旅の途中で猫の世話をしてくれた人たちに丁寧にお礼を言いました。心優しいディックは幸運を独り占めせず、お店で働く人たちみんなに、以前ディックをいじめて人たちにさえも分けてあげました。